児童が授業中に ICT 端末を使っています。一体これは何をしているのでしょうか。学習者用デジタル教科書を利用すると様々な学習方法が可能となります。拡大、書き込み、保存等を行うことができます。それらに加え、特別な配慮を必要とする児童に対しては、教科書の紙面を機械音声で読み上げたり、教科書の紙面の背景色、文字色を変更、反転したり、教科書の漢字にルビを振ったりすることで、教育的ニーズに応じた効果的な学習方法が実現できます。また、学習者用デジタル教科書を他の学習者用デジタル教材と組み合わせて使用することにより、学習方法の幅が広がります。小学校外国語科では、教科・外国語としての目標を資質・能力の3つの柱を踏まえ、次の3つで示しています。1、外国語の音声や文字、語彙、表現、文構造、言語の働きなどについて、日本語と外国語との違いに気づき、これらの知識を理解するとともに、読むこと、書くことに慣れ親しみ、聞くこと、読むこと、話すこと、書くことによる実際のコミュニケーションにおいて活用できる基礎的な技能を身につけるようにする。2、コミュニケーションを行う目的や場面、状況などに応じて、身近で簡単な事柄について聞いたり話したりするとともに、音声で十分に慣れ親しんだ外国語の語彙や基本的な表現を推測しながら読んだり、語順を意識しながら書いたりして、自分の考えや気持ちなどを伝え合うことができる基礎的な力を養う。3、外国語の背景にある文化に対する理解を深め、他者に配慮しながら主体的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろうとする態度を養う。これらを踏まえ、学習者用デジタル教科書を効果的に活用することが重要です。では、英語の授業では具体的にどのように使われるのでしょうか。3つのシーンでその具体例を見てみましょう。1つ目の例は、知識及び技能の習得の観点においてデジタル教科書を活用することで、現代の標準的な発音や語彙、表現などの活用の仕方の確認等について個人のペースで学習する場面です。音声読み上げ機能を用い、自分のペースで本文を繰り返し聞くことで、現代の標準的な発音を何回も確認することができます。音声を止めたり、同じ箇所を繰り返し聞いたりすることにより、語と語の連結による音の変化や、英語特有のリズム、イントネーションなどを真似て発音することが可能です。児童が自分のペースで教科書本文の音声や機習の表現の音声を確認できることで、自分が表現したい音声を個別に確認できることが、学習者用デジタル教科書活用のメリットの一つだと考えられます。相手に行きたいと思ってもらえるように、自分の行きたい国やそこでできることしたいことを紹介してもらおう。Delicious curryYou can drink delicious milk tea. Number two. Hello from the U.S. 世界の国々の中から自分の行きたい国とその理由の伝え方について、手元の学習者用デジタル教科書の該当する絵をタップして、ネイティブスピーカー等が話す音声を聞いています。自分のペースでネイティブスピーカー等による語句や表現の発音を理解するとともに、自分の聞きたい部分を何度でも繰り返し確認できるので、個別最適な学びを実現することが可能です。練習が終わった後に、自分が気づけなかったところとか、表現で言えなかったことを自分で繰り返し聞いたり、言ったりする練習に活用しました。2つ目の例は、思考力、判断力、表現力等の育成の観点において、コミュニケーションを行う目的や場面、状況などに応じてデジタル教科書に書き込んだ内容に基づいて自分の考えなどを伝え合っている場面です。
書き込み機能を用い自分の考えを深めたり、児童同士で考えを伝え合ったりすることで自分の考えや他者の考えを視覚化し、容易に確認や比較ができるようになり、何度も試行錯誤しながら自分の発表内容を練り上げていくことができます。3つ目の例は、学びに向かう力、人間性等の寛容の観点についてです。学びに向かう力、人間性等は、知識及び技能及び思考力、判断力、表現力等を一体的に育成する過程を通して育成されます。ここでは書き込み機能等をさらに生かして、児童が他者との交流を通じ、他者に配慮しながら主体的に英語で話されていることを聞いて意味を分かろうとしたり、より適切に表現したりするような場面です。他者との交流を通じ、デジタル教科書の書き込み機能等を活用し、他者に配慮しながら主体的に英語で話されていることを聞いて意味を分かろうとしたり、より適切に表現したりするようになることが期待できます。近くの人と今回交流してみましょうか。こんなこと気づいたよ、こんなことが、相手に伝えるときにより伝わるよっていうところを皆さんで交流してみましょう。考えた方が相手が答えやすくなったりしてる人、その自分が話すとき、相手の話を聞くとき、それぞれどのような表現を使えばよりよく伝え合えるか、気づいたことや自身の考えをデジタル教科書に書き込んでいます。 I want to visit Machu Picchu. Korea. Why? I want to eat chijimi. 児童がペアになり、デジタル教科書の発音を手本として行きたい国とその理由について尋ねたり答えたりして伝え合っています。英語を用いてコミュニケーションを行う目的や場面、状況などに応じてより適切に表現しようとするため、他者への配慮をしながら主体的にコミュニケーションを図ろうとする態度を身につけることが期待できます。 I like hamburger. Do you like hamburger? Yes, I like hamburger and french fries. You can eat big hamburger. 実際に子どもたちがペアでやり取りをしたときに、なんて言うんだったっけっていうときに、もう一回振り返ることによってさらに会話を続けていけるっていうことにもつながっていけます。でさらに、今まで習ったことについても前に戻ることができるので、それも、今までだったらやっぱり先生に聞かないといけないかったところも教科書に戻って、またデジタル教科書に戻って音声を聞くことによって思い出すことができる。でさらにそれを活用できるというところにつながっていると思います。今回の例でご紹介したように、デジタル教科書は1、知識及び技能の習得の観点においてデジタル教科書を活用することで、現代の標準的な発音や語彙、表現などの活用の仕方の確認等について個人のペースで学習する場面や、2、思考力、判断力、表現力等の育成の観点においてコミュニケーションを行う目的や場面、状況などに応じてデジタル教科書に書き込んだ内容に基づいて自分の考えなどを伝え合っている場面、3、学びに向かう力、人間性等の寛容の観点については、知識及び技能及び思考力、判断力、表現力等を一体的に育成する過程を通して育成されるため、書き込み機能等をさらに生かして児童が他者との交流を通じ、他者に配慮しながら主体的に英語で話されていることを聞いて意味を分かろうとしたり、より適切に表現したりするような場面等で活用することが可能となります。外国語・英語学習においては、その特質を踏まえ、知識及び技能の習得、思考力、判断力、表現力等の育成、学びに向かう力、人間性等の寛容の3つの柱と、聞くこと、読むこと、話すこと、やり取り、話すこと、発表、書くことの5つの領域の目標を意識して指導することが重要です。
回の動画でご紹介したようにデジタル教科書を活用することで聞くこと、読むこと、話すこと、書くことについてコミュニケーションを図る基礎となる資質、能力を育成することが可能となります。紙の教科書も非常に優れたものですがデジタル化することにより様々なメリットが生じます。例えば英語の学習では音声読み上げ機能を使用することで標準的な音声や語彙、表現などの確認・習得ができるようになります。音声の学習については従来は一斉に行われることが一般的でしたがデジタル教科書を活用し児童が音声を自分自身で確認することで主体的に学習を進めることができます。また書き込んだ内容を保存したり過去の学習内容を振り返ったりすることでデジタル教科書をポートフォリオとして利用することができます。児童が自分ができるようになったことを確認して達成感を高めたり自分の課題を発見してその課題克服のために何が必要かを考えたりするなどして自己調整しながら主体的に学習に取り組む態度を育成することができます。映像にあったように学習指導要領に基づいた授業づくりを行うには英語で何ができるようになるかという目標を達成するためにコミュニケーションを行う目的や場面、状況などを適切に設定し言語活動を通してコミュニケーションを図る資質・能力を育成することが重要です。また今回の動画では収録しきれていませんが書き込んだ内容を保存し過去の学習を振り返ることで何度も試行錯誤をしながら学習を進めることも可能となります。いずれも資質・能力の3つの柱と5領域に深く関連しています。こうした特性を踏まえデジタル教科書を効果的に活用することが重要です。ギガスクール構想の進展に伴い全国の小学校に1人1台の端末が配備されています。この環境と学習者用デジタル教科書を組み合わせることで児童の学びがさらに豊かになればと考えています。この動画をご覧いただくことで皆様方のさらなるご活用のヒントになれば幸いです。